で、あの書くっていうのはなんか本当この分厚い皮をこう重ねてこうやって縫うような作業だから、まあ、結局他が複雑だとそれどころじゃなくなっちゃう、うん、はい、だからあの結局自分を責めて何かいいことがあるのかって言ったら一個もないっていうことはもう自明のことであって、うん、なんかなんでこの人口開いてるんだろうと思ったら大体その人が後で詐欺師だったとか。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!好きな季節のためだけに他の季節を生きていい、その自由をいつも感じているようにする。苦手な四季があったとして、その間はどのように過ごせばよいですか？こういった自由を感じる瞬間にはどのようなものがありますか？私も夏が好きで好きで好きでしょうがなくて、今年とコロナで潰れちゃって夏がもう本当に今も泣きたいんですけど、はい、っていうことは冬があんま好きじゃないんですよ。もう本当冬の間自分の時間がもったいないと思うぐらい何もできないんですけど。それ気候的な問題ですか？それとも太陽が少なかったり薄暗い感じであったり、そういうのが好きじゃないっていうことなのか、うん、あとなんか備品が多いじゃない冬って、はいはいはい、私なんてもう本当発達障害の極地だから、手袋、帽子、なんとかもうマフラー、ブーツ、コートとか分かんなくなっちゃってなんかもういつもその用意してる時に本当に辛いと思うんですよね。だからあの夏はシンプルな感じが、そう、ね、夏なら別にいいじゃない、うん、何でも。でもそういう自分をこう責めないようにしようと思って忘れてきても手袋とか傘とかも嫌だもん。あ、嫌ですね、はい、何あの道具と思う、はい、海外だとあまり傘、まあ、今マレーシアに半分いるじゃないですか、はい、ほとんどの人が傘使ってないですから、ね、そうでみんな濡れてるか別に気にならないけど、まあ、雨が降ったら走るみたいな。日本にいると自分だけ濡れでタクシーとか乗って嫌がられるから。そうですね、まあ、本当に厳しいですよそれは。次がつまらない店の馴染み客にならない、根性が腐る。どういった店がつまらない店でしょうか？そのボーダーラインは、客を選ぶ店じゃない？あ、そうですね、うん、で例えば君本当に新車好きなのみたいなのはいいと思うんですよ、うん、例えば店のカウンターの人がなんか潜りなんじゃないみたいな感じはちょっとハードルがあった方がかっこいいと思うんだけど、そういうんじゃなくて、はい、もう本当に選んでるお店あるじゃないですか、はい、そういうところに行ってなんかそこで気に入られたからっていい気分になっちゃうっていうのはもう本当に最低だなと思って、うんうん、結構その店に入った瞬間に、はい、あ、じゃあこちらの席って通されるのが結構嫌で、あ、空いてるんだったら好きな席を選ばしてほしいっていう、そうですね、もちろんその例えば大勢のところに一人二人で座る時、もちろん混んだら毒じゃないですか、はい、それまでは別に座ってもいいじゃないですかって思うんですけど、 いや2名だったらこちらでとかって言われると、あ、じゃあ大丈夫ですってよく、うん、私もいつもそうです、同じです、 ですか。そういう小さいことが大事なんですよね。落ち着ける場所を世界中に持つ。バナナさんが持つ他の国の落ち着ける場所とその理由を教えてください。またそこではどんなことをしますか？私結構カプリ島が好きです、ね、でも行くのが面倒くさい場所なんで、はいはい、まあ、なかなか行かないんですけど、うんうん、そこにいる人たちがあまりにもセレブすぎて、もう自分は関係ないから、もう本当に見てるだけでいい、楽しい。あ、それもウォッチングみたいな感じですか？うん、で素直にウォッチングできるから楽しい。あなた見てるけど何なのみたいな絶対ないから、もうどんどん見てくださいっていう人たちがいないから、すごい楽しいです。でもほら海とかあるし、昼間は楽しいし、そういうところだと逆に自分たちが行っても外国人扱いをされなそうですよね。うん、されない、もうどうでもみんないいと思ってるから、すごく好きですね、あの感じが、眺めてていいっていうの。でもやっぱそういうこの国が落ち着くから定期的にそういうところに行くってなんかいいですよね。僕もそういうところが、国が増えるとすごいなんか自分の人生が豊かになった気がして。そうですよね、はい、うん、目が覚めた時自分がどこで何をしているか忘れるような深い眠りをたまに持つ。深い眠りにつくコツはありますか？実際の深い眠りの体験談も教えてください。とにかくいつの間に寝てて起きたらなんか3分3分しか経ってないのみたいな感じを持つと、はい、本当に脳が休んだなって思うんです。あ、そんな3分とかそういうあれでもめちゃくちゃ深いんですよ、その代わり。もうじゃあ寝落ちしたみたいな感じですか？そうですね、うん、それでもすごい回復する感じですか、ね、はい、普段はどのぐらい寝るんですか？めちゃくちゃ寝ますよ、8時間とか。あ、なるほど。それもその眠りの深さとか結構気にされるんですか？あんまり気にしないですけど、普段寝てるよりその3分の眠りの方が充電された感があります。なんかテクニカルなものあるんですか？こうやるとそれができる。ギリギリまで起きてることなんですけど、やっぱりもう本当に落ちる時ですね。もう落ちて自分は気づかない、はい、少し怖いと思ったり面倒と思うことがもしも自然に自分にやってきたら逆らわずに乗って楽しむ。必ずネタになる。
どんなことを怖いと思いますか？また面倒なことを。税務調査とかじゃない。もう本当に怖いじゃない。それ楽しめます？税務調査楽しめないけど、ここ突っ込んでくるんだみたいな。あ、取材になりますよね。うん、本当に怖いことってありますよね。夜道で誰かに追いかけられるとか、はい、そういうことは逆らいますけど、うんうん、ちょっと面倒くさいとかちょっと怖いなみたいなのは、うん、なんか大事な扉を開いてくれる気がする。それもやっぱ取材として捉えてるからなんですかね。そうです、うん、あ、うちになんかその税務署の人に来て、うん、階段を普通に上がってたら、むっ、この階段は届けてないですね、ここを階段として見なされませんよとか言ってなんか若干高くなったんですけど、その時のその人のシャープさ、うん、はいはい、これまでポワーンとした女の人で、うん、ああそうですねそうですねって図面見ながら普通に楽しく話したのに、犬なんか撫でて、うん、急になんか、ん、あの階段少し面積広いですねなんかああいうのを見るとやっぱ取材になるから良かったと思います。うん、高くなっても税金がなるほど。ここまで書いて振り向いて気づく。いや、これ女の物書き百科帳だったのに女っつうところがあんまり出てないなと、はい、男女にこのような違いが出てしまうのに理由はあるのでしょうか。男の人に子供預けて見ててねっていうと本当にただ見てるだけっていうケースが多々あって、はい、うんうん、だからもうおしめが濡れてようが何してたぶん見てたよって言われるっていう、はい、だけどなんか女性は多分本能的に全体をこうなんか見て、うん、こう あの机の角をちょっと危ないなってタオルかけとことか、うんうん、そういうのが違うところだっけ。男の人ってもう本当、うん、あのほら魚竹さんが言ってたようにう、ね、もうブランコゲロ吐くまでこいじゃんみたいな、はい、男の人のいいとこはそこだと思うけど女性は、うん、うん、これ以上こいだらゲロ吐くだろうなみたいな、うんうん、分かるっていうか、なんかその感じですかね。うん、うん、その特徴はあるなと思って、精査はあるなと思って。そうですね、違うことをしないこと、体と自然がそれは違うことなのかどうかいつも必ず教えてくれる。具体的にどんなことが違うことだと感じたことがありますか。またその時は体はどのように教えてくれたのでしょうか。例えばこの人に絶対会っといた方がいいよみたいな人を紹介されて、うんうん、いや絶対会わなくていいよって相当早い間に体がこうなんか避けたりとかあるんですよね。それは会った瞬間にっていうことですか。ほぼですね。だからこう仕事の上で絶対会っといた方がいいからとか言って、うんうん、連れて行かれるんだけど絶対にないだろうみたいな、体がこう避けるし、うんうん、なんかそういう感じです。まあ、利害とその感覚、まあ、心は違うんですね。結局利害で、ね、知り合ってもろくなことにならないかな、うんうん、鳥肌は嘘をつかないみたいな言葉もあったりするじゃないですか。あ、そのでもそうですね、うん、それと似たような感じです。ゾワってした時の感覚ってなんか本能的で、うん、そう、それぞれのまたゾワポイントがありますね。ありますよね、うん、つまんない怪我をしない、そういうのに時間を取られないように用心深く動く。このような用心をするようになったきっかけはありますか。割と小さい怪我ってすると入院するような怪我じゃない方が、うん、はい、日常にめちゃくちゃ支障が出るから、なんであんなとこで怪我したんだろう、あ、そっか気抜いてたからだみたいなのあるじゃないですか、はい、なんかそういうことを意外になんか大きいなと思いながらもここを包丁で昨日切った、うん、こういうのでもこれだけのことで結構皿も洗えないし、そうですね、集中力もね、なんかこう痛いと思うと、あとおにぎりとかも握れないし、はい、本当困ったなと思ってこういうのつまんない怪我だなと思ってしない方が絶対いいです、うん、そうですね、はい、気をつければ避けられるんで。自分を責めない、どんな時でもベストを尽くして自分の筋を持っていれば責めなくて進む、うん、自分の筋とは理念や理想といったものでしょうか。どんなに頑張っても結果が出ない時、自分を責めてしまう人にアドバイスをお願いします。うん、だから結局自分を責めて何かいいことがあるのかって言ったら一個もないっていうことはもう自明のことであって、うん、だから自分がほらそういう変な人に会って変に仕事頼んだりとか、うんうん、そういうことさえしてなければ揉めてもほら何も自分を責めなくていいじゃないですか、うん、そうですね、でも自分を責める時ってさっきの例えで言ったらなんかよくわかんない変な偉い人に紹介されて、はい、あ、本当そうですねとか言って時間もったいなみたいな方が自分を責めやすくなるから、うん、業種が違うみたいなんで帰りますみたいなのはっきり言えたら自分を責めなくて済むじゃないですか、うんうん、そうですね、じゃあ君今度うちの別荘に来たまえなんて言われても行かなくて済むそうですね、でそこで、あ、そうですか先生のお誘いならなんて言って行って、うん、嫌な思いしたらやっぱ自分を責めるじゃないですか、うん、なんか自分を責めないようにいつも行動することの方が前もってそれをも思ってた方がいいのかなって、うん、じゃあ後悔をしないようにするっていうようなことですかね、うん、しないように自分の行動に気をつけるというか、うんうん、
よく食べて、よく寝て、よく笑い、よく泣く。書くのは複雑な作業だから、自分自身はシンプルに生きることを心がける。笑ったり泣いたりと感情を解放するコツはありますか？だからやっぱり心とか状況をシンプルに保つことじゃないですよね、うんうんうん、だって愛人が5人いたりしたらもうシンプルじゃなくなるじゃないですか。そうですね、生活が、うんうん、そして書くっていうのはなんか本当この分厚い皮をこう重ねてこうやって縫うような作業だから、うんまあ、結局他が複雑だとそれどころじゃなくなっちゃう、うんはいうん、そうですよね。だからなるべくやっぱ生活はシンプルにした方がいいように思います。うん、うん、物書きは地獄みたいな仕事だ。24時間自分に向き合わなくてはいけない。だからこそ身辺をなるべくきれいに保とう。秘密を持つと一層疲れる。どういう時に地獄だと感じますか？また自分に向き合うとは自分の内面にでしょうか？さらに身辺をきれいにとは人間関係でしょうか？基本的に人間関係はシンプルにしといた方がいいですよね。なんか例えばそれこそ愛人がいるなら、うん、なぜこんなことを言ってしまうんだろう。愛人がいるなら実は愛人がいるんだって、うん奥さんにちゃんと言っちゃうとか、その場では揉めても、うんうん、結局その方が後々楽だと思いますよね。うんうんまあ、隠し事をしないっていうことですよね。そう、まあ、隠し事っていうかもうこれ絶対バレたらやばいみたいなない方がいいです、うんうん、できるもし物書きになるならね、うんうんうん、そうじゃないなら別にいいと思いますよ、うんうん、でも例えば夢とか見ても取材になっちゃうから、うん、とにかく寝てて夢を見てもですね、うん、あ夢メモっとかなきゃとかなるのであやっぱ大変な仕事だと思います自分でやってて、うん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 、みんな結構伊佐坂先生みたいに思ってるじゃん、うん、サザエさんのね、はい、家の隣に住んでる作家の先生みたいになんかのんびりしててたまに執筆してて散歩してとか、うんうん、みんなそういうイメージは持ってるけどなんかもっと大変な仕事だと思います、うん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 、でもどういうの書いてたか知りたいですよね。そうですよ ね, そうですねどういう作風だったんだろうとはいつも思ってますけどねなるほど。つまんなくても見た夢はメモろう。心の底の広大なものにつながれる。枕元にメモ帳を置くなど具体的にされていることを教えてください。比較的よく見る夢はありますか？またその夢に対して感じることはありますか？私こう昼間に会った人って、まあ、大体初対面の人で、あなんか楽しい時間過ごしたなと思って夜寝たらその人の悪い夢を見ることがあるんです。それ大体それがもう 100% 当たるんですよ。当たるんですか、うん、へあの人悪い人だったやっぱりもう会うのやめようみたいな。なんかそういう意味で自分は表の自分はまあ何も感じてなくても裏の自分が感じてることってたまにあるんだなと思って、うん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 、夢ってなんかそういう世界を見せてくれる気がする。これって男性女性に違いってあったりすると思いますか？そういった本能的にじゃあその人は悪い。絶対違わないと思う。違わないですか、うん、そこはなんか以前ちょっと脱線しちゃうんですけど、自分が仲良くしてた人、まあ、お店で知り合って、うん、まだ1軒しかなかった時にすごい仲良くしてたお客さんがいてずっと一緒に遊んでたんですよ、うん、そこにたまたま奥さんが来て、まあ、普通に挨拶をしてその人も挨拶をしてで普段自分の交友関係仕事に一切口出さないんですけど家に戻ったらあの人はどういう人って聞かれてこうこうこういう人で最近よく遊んでるんだって言ったらあの人とはできるだけ一緒に仕事したりとかしないで普段そういうこと言う人じゃないんでなんでって言ったらなんでかわからないけど感覚直感的にも確信的にわかるけどあの人はそのうちあなたに一緒にビジネスしましょうよって言ってでも絶対トラブルに巻き込まれるし絶対成功はしないってなぜか感覚的にわかるって言われてその1週間後にその人捕まったんですよ。僕全然気づかなくて、で改めて奥さんになんで分かったのって言ったら、いやなんで分かったか分かんなくて別に霊感とかそういうのもあるわけじゃないけど、なんか確信的に思ったって言われて、これってなんか女性エミコやるな、エミコなかなかやるんですよね、なんでだろうっていう。でも本人聞いても分からないっていう、でも確信してたっていうから、なんか今言われてたのがちょっと近い感じが、うん、感じ私割と本当バカだからあははって大人しく帰っちゃうんで、うん、だけど夢の中でその人は大体口は開いてるんです。それで分かるの。へー、うん、夢の中でなんだこの人口開いてるんだろうと思ったら大体その人が後で詐欺師だったとか、うん、はいはい、捕まったとかパクられたとも同じか、うん、うん、そんな感じ。なるほど、自分にはその能力が、まあ、でもほらパクられるから悪いことってないじゃないですか。別にいい人でも捕まることあるから、ああそういうんじゃなくて、なんて言うんだろう、本当悪魔のような人だったりするの、はいはい、そういう、まあでも詐欺をしてる人とかで、まあそうですね、その時のその人も詐欺的な犯罪をやっていて捕まってたので、うんうん、そう、でも何か分かるセンサーはあるんだと思います、うんうん、自分には全くそれらしきものが感じたことがなくてもうしょっちゅう見る目ないなって思うことがあるんですよね、うん、
でも最後の瞬間に気づくんじゃないですか、多分ですけど。最後のハンコこう押すとか。最後の瞬間とほっといたら気づいたんじゃないですか。なんかあれネクタイ曲がってんなこいつみたいな、なんか気づく気がします。あちゃーで気づくの結構あるので、まあそんな騙されたこととかそういうのがあるわけじゃないんですけど、でも、うん、そうですね、うん、次はですね、そうですね、しんみり、はい、Don't forget to always walk on the wild side.